ソフトバンク戦の5回途中に右手中指の豆の影響で降板した佐々木について、ロッテの吉井監督は多分来週は投げないと思いますと答えたことに対して、ファンから様々な声が上がりました。過保護すぎだろ、いや球界の宝だぞ、これくらい過保護でちょうどいいわ、豆も甘く見すぎたら癖になるから、マジでこれはいい判断だと思うわ。大谷も昔よく豆できてたよな、今はあんまできてないけど速球派の宿命なのか、でも豆でもなきゃ無双しちゃうからちょうどいいハンデだよな。あとはマリン以外で同じようなピッチングができるかやな。マリン専用機には並んでくれよ、去年はマリン以外あんまり良くなかったからな。メジャーでも心配やな、160キロがアベレージの投手が通用しないわけないんだよな。藤浪、でも奥川見てたら佐々木って大きい怪我ないのはすごいよな、ドラフト時には逆のイメージだったのに。まあ奥川は立ち投げっぽくて甲子園で投げまくってた影響もあるだろうな。確かに決勝では疲労でボコボコだったもんな。やっぱ甲子園って悪だわ、実際肘とか肩の大怪我してるの高校時代にフル稼働してたやつばっかだよな。松坂とか田中真とか斎藤佑樹も実際甲子園から大学の登板肩で壊れたようなもんだったしな。でも佐々木これだけ過保護だとメジャーでやっていけるのか、千賀でやれるんだから平気平気、さすがに7年連続2桁勝利の投手と比較できねえわ。まず佐々木は2桁することからだろ、これでまだ2桁勝利ないの意外すぎるよな。能力だけならマジで歴代ナンバーワン投手で間違いないだろ、完全試合の次の試合でほぼ完全試合する投手はいないわな。問題はシーズン終盤までこの投球が続くかだからな。まあ終盤までこれなら来年からメジャーでも問題ないわ。このチャンネルでは野球ファンの様々な発言をもとに独自の視点でファンの声をまとめた動画を毎日発信しています。最新の野球ニュースを見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。